毎度おおきにこんにちは、社会のおじさんジョニーです。よろしくお願いします。今日の内容は裁判所です。身近に感じることができない場所ですよね。ニュースにもあまりならないし、ほとんどの人が参加したことがないし、でもいざという時に大切な内容となっていますので、知っておいて損はないかと思います。それでは今日も頑張っていきましょう。まず裁判とは何か。犯罪や契約をめぐる争いを第三者の判定により解決する手段の場所だと考えてください。裁判所は国の権力3権のうち司法権となります。司法とは法を司るということです。裁判所は最高裁判所と他に4種類の下級裁判所があります。高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所です。国民には裁判を受ける権利があります。同一の内容について3回まで裁判を受けることができますね。これを三審制と言います。第1審から第2審へは控訴と言います。第2審から第3審は上告と言います。また司法権の独立といってね、裁判所は国家や内閣などの権力から圧力や干渉を受けることがあってはならないですよね。裁判官個人もそうです。何者にも圧力を受けるべきではありません。正しい判断ができない人に困ったことを判断させるわけにはいかないですよね。裁判官の独立といってね、裁判官は憲法と法律にのみ拘束されます。そして良心に従うこと、法をしっかり守る人で、正しい心を曲げることがなく貫き通せる人というのが条件になってきますね。そもそも裁判ってジャッジメントと言いますよね。ジャッジメントってジャスティス、正義という言葉の意味なんですが、ここが語源と言われてますからね。最高裁判所は憲法の番人と呼ばれています。違憲立法審査権を持っています。国会なら法律を立てるでしょう。憲法に合っているかどうかを判定します。国会に対しては違憲立法審査権ですよね。そして内閣は行為そのものを審査するので、違憲審査権というものを行使するんです。裁判の仕組みですが、裁判には2種類あります。裁判って悪いことした人だけが裁判を受けるわけではないです。民事裁判といってね、民間での揉め事や争い事を裁判してもらうためのものです。訴えた人を原告、訴えられた人を被告と言います。悪いことをした、法律に違反した、そんな人への裁判は刑事裁判と言います。その人に犯罪の有無があるかを確定し、その刑罰を決める裁判になりますね。原告は検察官です。訴えられる被疑者、つまり容疑をかけられた者が被告人となります。訴えられた人は弁護士を立てる権利があります。お金がない場合は国選弁護人をつけることになりますね。犯罪の有無も刑罰も法にのっとって決められます。その中で被告人は弁明の機会が与えられます。もちろん黙秘権、喋らない権利もあります。実際に弁明せずに黙秘しちゃうと裁判では不利になることがね、多いんですけどもね。有罪判決を受けるまでは無罪の扱いです。誰も犯罪者扱いをしてはならないです。根拠となる証拠がないとか、該当する法律がないとかのケースは疑わしきは罰せずといって無罪となりますね。問題もあります。判決に時間がかかりすぎるという問題です。慎重に判決したいんですが、何十年かけて裁判した結果が無罪とかね、それまでね拘留されていたけどやっと釈放、こんな流れがたまにありますね。もちろん損害賠償請求権というものがありますので、やっぱりそこはお金で解決ということになるんですけども、例えばですよ、20歳でなんだか逮捕されちゃって、無罪無罪無罪、僕はそんなやってないって言い続けて、釈放が45歳、例えばね45歳やった、想像してみてくださいね。実際ね、判例で近い話があるんですよね。多額のお金をもらったって時間は返ってこないですよね。若さは返ってこないですよね。そんなんね、僕は嫌ですね。なので司法制度改革を進めていく機運というものは高まってきています。また最近ではね、情報としてお伝えしておきますが、法テラスって言ってね、日本司法支援センター
なんですが、国民が法のトラブルがあった時に相談し、適正に導いてくれる場というものができました。相談はね、無料なんですよね。何か困ったことがあれば頭のね、片隅にね、置いとくと利用しやすいですよね。覚えておいてくださいね。あとは裁判員制度というのも押さえておいてください。刑事事件に対し国民が参加する制度です。重大な事件の第一審が対象で、くじで選ばれた20歳以上の国民が6人選出されます。どうしても法の判断だけではんってことってありますよね。例えばたくさんの人を殺しておいて、なんか薬物による精神障害があるから無罪を主張している弁護士さんなんていてますよね。でもテレビの報道を見てる限りは、いや、この人そういうこと分かってて悪いことしてるん違うとかね、誰かが死んでるのに刑が軽すぎるのでは？って思うことってありますもんね。なので国民の感覚を取り込もうとしてるわけです。ただね、知っておいてくださいね。どこのね、国とは言いませんが、国民の感情にね、とても流されすぎて刑罰がね、変わっちゃう国ってね、あるんですが、それもね、ちょっとおかしくなってるケースっていうのも、まあ、第三者から見てですよ、あるので、やっぱりね、残念ながらね、法と良心とのバランスってとても大切になるんだろうなと個人的には思ってます。法治国家として高度な運営が求められます。はい、それでは社会科復習クイズへといきましょう。1番、同一の事件を3回まで裁判を受けることができる制度を何というか。2番、1の制度で第1審から第2審に持ち込むことを何というか。3番、内閣が憲法に合った行為であるか審査する権利を何というか。4番、3のため最高裁判所は憲法の何と呼ばれているか。5番、犯罪を犯した場合にする裁判を何というか。6番、合の際原告は何になるか。7番、被告人が質問回答を拒否する権利を何というか。8番、国民が刑事裁判に参加する制度を何というか。わかるでしょうか。はい、答え合わせいきましょう。1番、三審制。2番、控訴。3番、違憲審査権。4番、万人。5番、刑事裁判。6番、検察官。7番、黙秘権。8番、裁判員制度。いかがだったでしょうか。はい、それでは今日はこの辺にしておきましょう。そうそう、この動画をアップする日って元旦でしたね。今年も皆様にとって良い年になりますように願っております。それでは今日もお疲れ様でした。さよなら、バイバーイ。